おはよう、ケイタ。やっぱクマ変だよね。変っていうか、これ何？どうしたんだよ、ケイタ。何かあったのか？うわ、誰？誰って、そんなの決まってるだろ。クマ島、ゴロータだよ。いやいや、全然違うし。でもどうやらクマみたいなんだよ。ケイタ、あんまり俺をからかうんじゃねえよ。ダメだ、耐えられない。クマくん、さすが。頑張れ。絶対おかしい。そうかな。うん、なんかかっこいい感じだよね。ウニちゃんまで。そんなにすごいの？なんだよ。顔やばいですよ、ケイタ君。クマの顔がやばいくらいイケメンだなんておかしい。こんなの絶対妖怪の仕業だよ。あった、結構失礼なこと言ってますよ。きっとイメチェンしたんですよ、イメージチェンジ。そんなことまで妖怪のせいにしちゃ、しまいには名誉毀損で妖怪裁判にかけられよ。こいつはイケつかない犬野郎、あ、じゃなくてモコモコマフラー男でもなくて妖怪イケメンケンデミスワンダホン。イケメン犬とは、取り付いた人間をイケメンにしちゃう妖怪デビス。妖怪不祥事案件でいうところのいわゆる自分と同じレベルだと思ってた友達がある日突然人気者になっちゃって超悔しい。お引き起こ